もハッピーです。どうも安岡です。動画見てくれてありがとうございます。まだの方チャンネル登録お願いします。今日のトマピーチャンネルはマジックザギャザリングスタンダードナヤクラリオン対スルタイコントロール。はい、こちらマッチアップで、MTG トッププロのヤソと遊んでいきます。俺さ、はい、スタンダードめっちゃ久しぶりなんだけど、カルドハイム出てから1回目。どうしたの、ポケモンハマってきすぎじゃない？ここマジックチャンネルじゃないの？マジックチャンネルじゃないよ。全然違う、全然違う。いや、まあマジック遊び方多すぎてさ、はい、全部の環境で全部すぐにはできんて。まあまあ確かにね。そう、結構やってましたよ、ドラフトばっかり。まあ、昔のプレイヤーやっぱりドラフト大好きだからね。今のさスタンダードってどんな環境なの？結構いろいろあってね、うん、あんな一概には言えないけど、うん、まあ、この2個ナヤクラリオンと、うん、まあ、スルタイはかなりトップメタというか、あとこれと今サイクリングが強いと言われてて。あ、サイクリングも今いいんだ。いい、うん、じゃあね、トップメタのデッキ2つということで、はい、結構僕の方が根強いビートダウンみたいな感じ、うん、でヤソの方はちょっとコントロールチックに振る舞って、うん、その7マナの根本原理をもう打ったら大体勝ちみたいな人気だね。激しい蓋が入ったコントロールみたいな感じで、そんなマッチアップになります。一緒に楽しんでいきましょう。それではお願いします。お願いします。80枚デッキリアルで回すとシャッフル大変だね。そうだね。あ、そう、80枚デッキ。じゃあこれは相棒か、ヨーリオン。デッキを80枚以上で組まないと入れられない相棒。出た時さ、ブリンクするじゃん、ヨーリオンって、うん、何ブリンクするの？猫戦車とか、うん、デッキだと見どころの英雄ターン4までパーマネント破壊して土地を持ってきたターンにブリンクできるから あれ強いよな。そうだ、結構3ターン目に回収、4ターン目に英雄ターン、うん、5ターン目ヨーリオンみたいなでも結構綺麗に動けてたり。あ、3ターン目に手札入れとくみたいな。そうそうそう、はいはい、あとは普通にまあ海の神のお告げとかはまあまあ悪くないし、うん、まあおまけかな、このデッキだと。根本原理で持ってくるカードを引きたくないから、うん、はいはいはい、デッキを厚くしたいんだよね。やっぱりそれ結構重いカードが入るから、でそういうのいっぱい入れたくないけど、1枚差しとかにすると60枚で引いちゃうから、はいはい、デッキをそもそも増やしたいっていうのがあって、まあ、それだったら80枚にして容量も使えた方がいいよねみたいな。噛み合ってんだ。そう、はい、じゃあ今日はサイドアリでワンマッチやっていきます。お願いします。ダイスロール、はい、11。お、これは先行、はい、7。じゃあ先行もらいます、はいはい、やります、やります。はい、じゃあ緑黒の戦術ランド、はい、こちらもらいます。終わり。黒、緑で置いて1-2のマナエルフ、はい、2体タップで、好きなマナ合わせる到達機、はい、どうぞ。そいつがスタンで使われるようになるとはね思わなかった最初は。極楽鳥じゃんね、うまくいけばね。なんかもう、ま、昔だったらカバのレインジャーみたいなカードだよね。そうだね。ここ今ヒストリックでも使われてて、島。終わりです。アタック、ドロー。アタック、1点。はい、白で置きます。白で置く。恋煩いの獣の呪文の方で、はい、11人間トークン出します。じゃあ、人間、はい、出ました。進行中の出来事に行きます。はい、終わりです。これ、緑面で置いて、はい、工作。うん、もしかして今、両面ランド10種類揃ってるんだね、スタンダードね。あ、全部ある。そうそうそう、素晴らしい。なんか強弱的にはすごく綺麗。ゲーム終了後にさ、裏表戻すの忘れそうだけどね。忘れると思う。まあ、最悪忘れてもまあ困らないっていうのと、使うとき、デッキにそのいっぱい入ってると面倒く、なんか初手見たときにこんがらがるね。今まさに両方それでさ、何色だっけこれみたいな。そう、と黒を置いて、はい、もういいです。やばいな、ランプされてるな。ドロー。じゃあこれマナ出して、はい、4マナ、4マナフェリダーの撤退、はいはいはい、なるほど。打ち出した時に、はい、2-2トークンか自分全プライチ、自分の自社全プライチ、終わり。あ、なかなかいいか。島置いて、じゃあ、メイユータ出します。うわぁ、で、出た時、1でパーマ、ノンランドパーマネント破壊します、はい、やば、便利なんだな、これ強っ。で、終わりです。取ろう。おかわり。はい、いや、強い。で、土地を置いて、で、2-2の猫出します、はい、終わり。引いて、2になります。はい、で、森を持ってきます。はい、じゃあ、森を。森だね。森なんだ、これタップインか。このターンはまだコンポーネントだ、うん、森、絶滅のケーキ、クリーチャーで、偶数が奇数選んで、そのマナコストのクリーチャーを全部追放。
いいよ、選んで。じゃあ、偶数で。はい、はい、で、終わりです。水砲、はい、まあ、殴りたいな。ズバスト、はい、森22トークン、はい、ハンタップ、ドロー、はい、これ出します。はい、のっけます。はい、アタックします。5点、はい、14で、小岩づらいの獣を出して、はい、終わりです。でハンタップ、ドロー、警戒つくんだっけ。あ、警戒つくね。あ、警戒で、はい、はい、3勝、全員静止持ちました。はい、ギャー、3枚、お選びください。何にしようかな。相手の時何入ってるか分かんないと、もう負けた気持ちになるね、これ。そうだね。まだワンチャン、まだまだワンチャンあるんじゃない。いや、分かんない、ないかもしれない。結構難しい。影の凍結、バルキー、うん、こう名前を捨てた、タイムオーバー。2枚使えるのやばくない。2枚使える。で、バルキーは 裏面です。バルキー裏で出せんの。もう裏です。そっか、もうキャスト別にコスト関係ないから。そう、コスト3以下全追放。全追放。1-1-2体出しながらもう一旦。そう、やばくない。プラスバルキー終わりじゃん。終わってない。まあ基本的には、ね、まあ、理不尽な選択しかないけど。終わってる。どれを選んでも負けしか見えない。違うか、バルキーなければこれだとしばらく長引くから、うん、チャンスがあるかもしれない。これ3以下追放するだけでしょ。そうそうそう、まあ撤退もあるから、ね、じゃあバルキー出して、はい、じゃあ、はい、これで3以下追放します。で、3以下追放、1-1のブルーバードみたいに出します。ひどいね、はい、青い鳥、まあ、とりあえずぽい。まあいいか、はい、まあ、はい、まあ、バードで、バード、まあ、待って、まあ、成長した。はい、3もらいます。はい、ひどないこれ、すごっ。こんなのがあるのか、今スタンダードには。で、青面で置きます。はい、で、黒黒青、緑、うん、またコンポーゲンリー。はい、はい、なんかランダム性がないのがエグいよね。エグい、まあエグい、ね、必ず強い2枚使われるっていうね。そうそうそう、とりあえずこれはね、大体持ってくるとね、いいことがある。いくか、ボリンクレックスいくか。じゃあ、うわー、ボリンクレックスは速攻トランプルで、速攻トランプルで、こっちのパーマネントにカウンターが乗るときは2倍で乗って、うん、相手に乗るときは1個減った状態、半分になった状態で乗る。もうやだよ、これもインスタンス操作で回収するやつでしょ。いや、これ違う、あの、あ、これ88出る、クラーケン出るやつ。88の呪言のクラーキンが出て、うん、2章で相手のクイーチャー全部タップして起きない。で、3章で1個パクる。すごいな、めちゃめちゃ重いカード入ってるな。そうそうそう、まあそれはね、重いカード持ってきたらお得だからね。だからこういうのを引きたくないから、デッキを増やしたいんで60枚でね。全部負けじゃん。まあ大体負けかなって。はい、これこれこれ戻って、はい、鬼だね。あれ1個さ、これ追放、追放か、これ。あ、これ追放だね。一応これも追放だし、鬼エグ。ちょっとこれに回収できないから、ね、鬼エグです。よいしょ。で、それは強風も吹くわ、外。こっちからでいく。はい。よいしょ。で、88のクラーケン。88クラーケン出ました。はい、で、8点。はい。12。終わりです。ドロー。こいつ出して。はい。着物を使ってこれ回収。はい。ああ、確か。なるほど。で、これも一回白で出して、はい、猫出して、猫出して、こいつ召喚して、終わりです。リップでドローで、メインフェーズで、はい、色で、ドゥン、ドゥンっていって、あ、2個乗った。で、まず2、両方使えるの。両方使える、やば。で、タップオールノンランドパーマネント。はい。で、ゲインコントロールターゲットパーマネント。楽しそうだな、なんだこれ。はい、寝てるよ。あ、起きる、起きるの、これ起きるの。そう、取るとき。そう、はい。で、セットランドで1カウンターが2個。はい、ドゥン、2個ずつ、2個ずつ、全員2個ずつ。はい、アタック。はい、負けました。はい、何これ、楽しそう、めっちゃ楽しいんだよ、このデッキ。はい、サイド終了。はい、弱いの抜いて強いの入れました。まあ、わかりやすい。こっちはちょっと重いカード抜いて、除去とか。ちょっと全除去をね、食らいづらくしたのと、除去を減らしました。一応、なんだろう、まあ、そう、理想通り回ったらほぼ最強デッキなんだけど、うん、やっぱ80枚そんなに理想通り回んないから。そうだよね。工作が3ターン目出るとかなり強くて、2ターン目除去、3ターン目工作みたいに動けると、うん、結構勝つこと、勝つかな。はい。はい、じゃあ2本目負け戦もらいます。はい、お願いします。お願いします。ワンマリ。はい、やります。はい、何を持つか非常に難しい。これで土地で置いて終わりです。お、一番いいの来た。水黒戦術。はい、こちら。うーん、終わりタップドロー。
クリーチャー、終わり。どうぞ。セット島、無情な構造。はい、終わりです。ドロー。白で置いて、はい、白白。3マナ、神。神、はい、どうぞ。レディン飛行、警戒警戒。相手の氷雪措置はタップ状態場に出る、プラス相手のクリーチャーじゃない4マナ以上の呪文は2マナ重くなる。はい、終わり。重い、重すぎる。結構ハッピー。セット島から工作。はい、これを取ったらやってらんないですから。重くするけど相手のマナはかなり伸びる。伸びる。やっぱりそのポンポンビビがね、打てなくなるから。9は結構遠いね。いや、しかも9で打っても持ってきたの全部追加コースかかるから。あ、そっか。そう、もう絶対打てない。全熟とか。そうそうそう。から、まあ、基本的には打てなくて、うんうん、まあ、その後ね、影の氷結とか全体熟の7になるから間に合っちゃいそうだな、これだけじゃ。はい、そうだね。タップドロー。はい、すげー、アタック2点。18。クラリオンスピリット。はい、その各ターン2つ目の呪文の時にいちいち飛行を出せます。はい、終わり。はい、で青緑で隠れ顔を抜いてきます。ついてる土地1マナ追加。終わり。はい、アンタップドロー。ダック。4点14。赤、はい、赤白の英雄ターン、ショーダウンオブザスカールド。はい、スカールドの決戦。はい、1個目。そう、4枚追放。このターン、と次のターン、それを使える。使える。おで、お、すごい、すごいすごで、英雄ターン2と3でスペルプレイすると、うん、そう、クリーチャーの上に1カウンターを1個乗っけれると。はい、はい、終わりです。巨人落としもあるのか。すごいね、すごいね。ちょっといっぱい困ったね、それいっぱい唱えながらドローしてプライチのする。当然これ左のモードも使えるでしょ。使える。違う、使うと、まあ、出来事の行くからそのターンも使わなくてもね。おいしい、おいしい。クラリオンでトークも並ぶ。しかもエッジオールで結構ドローもできるんだよね、エッジオール。困ったな。かな、無情なコード。はい、一気に膨らんだの、チャンスが強いよ。すごいよね、そのカードも。うん、よいしょ。あれ、見つかん多分序盤にあった、気づかない。あ、結果一緒か。一緒、結果一緒。まあ使ってもらうか。でけえ、6点。警戒ついてそうな見た目だけど、ついてないな。ついてない。14。トランプフェイスだから。で、終わり。はい、キープ。巨人落とし。はい、巨人落としで。はい、1個乗った。まあ乗んない乗んない、進んでないから2章なってないから。あー、そっか。そう、でもこのままドローすると2章なんないもんね。そう、そう。じゃあドローして2章。2章ランキングがあるとすごい。エッジウォール、エッジウォール乗せた、乗せた。いいの引いた。森、はい、まあ、森ならまだいいや。はい、エッジウォール。はい、これか。はい、これいくか。ダック4点。警戒、一応警戒ね。警戒10で、これは追放された。普通に追放、本追放。はい、分かりづらい、分かりづらい。はい、はい、終わり。でも全除去されると全てが終わるな。全除去のターンで3、4、5、6。はい、でキス。はい、キス追放。マナでやばいね。予言して、予言出た。あれか、あれしか入ってないよね、多分。取ろう。3個目。はい、じゃあそれを唱えます。はい、出ました。でプライチ置く対象がない。ない。でフェリダーの撤退唱えて、はい、ここにプライチ。どうぞ。終わりです。はい、こちら下。あ、タイムアップってソーサリー。もちろんソーサリーで、ヨリオン。はい、ます。ナイスブロッカー登場。ちょっとヨリオン。はい、そうやな。で、終わりです。はい、ヨリオンタップはできる一応、うん、タッパーでドロー。壊れた。いや、3章で壊れてるか。ん、さっきのターン壊れてる。3章で壊れるから。あ、そっか、うん、そうだ、そうか、そうか、まあまあ、効果こっちに置き忘れ。そう、絶対。ん、まずい。はい、で、セットランド。はい、トークン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 。はい、にゃにゃ。2、2、猫、猫。はい、終わりです。なんか引かないで。ドロー、アタックします。はい、4点10。で、ターン。はい、もう1ターンがもう1回ついたら終わりじゃん。そんなね、80枚ですからね、続かないんですよ。ドロー、サイクリング。はい、6点。はい、4。イエー、3位から追放。ヨーリオンで負け。はい、アンタップドロー。撤退。どうぞ。土地。はい、猫猫猫猫猫猫、どうぞ。終わり。アンタップ
渋。はい、ということで結果はスルタイコントロールの 2-0 でした。なんか結構不利に感じた。まあ一応巷では、まあ、確かに有利とは言われてる、うん、ね、うん、もっとさクリーチャーデッキで勝つならスピードが必要だね。あ、そうだね、ちょっと遅いからね、うん、フラリオンは。クリーチャーに強いクリーチャーデッキみたいな、うん、あ、そうだね、感じがする。だから10コンとかにはすごい強いんだけど、うん、まあ、こうやっぱ必殺があるデッキにはちょっときついかなみたいな、ね、繊細なコントロールに対しても結構粘り強くてよくて、うん、大胆なコントロールとかランプ系には結構ちょっときついのかなっていうね、うん、はい、そんな感じだったんですけどいかがだったでしょうか。最新のねスタンダードのデッキに触れられて僕はハッピーでした。よかったらチャンネル登録と動画の評価お願いします。そしてヤスの Twitter、Twitch もぜひぜひチェックお願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。